ニール・フランシス・レノンは北アイルランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手として、セルティック FC 所属時代は絶対的なキャプテンシーでチームを引っ張った。時にはチームメイトに噛みつくような叱咤激励も行い、ゴードン・ストラカン監督からは絶大な信頼を得ていた。セルティックを去った後、イングランドの2部、3部などでプレーして、現役を続行していたが、 ストラカンの要請を受けて、現役を引退してまでセルティックにコーチとして復帰した。2009から10シーズンも、ストラカン辞任後に就任したトニー・モーブレー監督の元でコーチをしていたが、成績不振のためにモーブレーは解任。代行として、監督を務めていた。リーグ優勝は逃したものの、2位で o c l 圏内に、踏みとどまる功績を残した。 2010から11シーズンから正式に監督にすることが決定している。日本のテレビ番組の企画で 2010FIFA ワールドカップを控えた中村俊介をストラカンと共に激励している。中村自身も忘れられない首相として記憶しており、ああいう嫌われ、役というか手を抜いたプレーをするチームメイトを批判するキャプテンはある意味理想だと思うと語っている。現役時代の 主なポジションはボランチであったが、中が俺の分まで走ってくれるので、俺は守備に専念できたと語っており、長年所属したセルティックが UEFA チャンピオンズリーグになってから初のグループリーグを中村の活躍で突破できたことに誰よりも喜んでいた。ありがとうございます。